こんにちは。メアリのブライス関連小物紹介です。今日はですね、ドルクさんから荷物が届きました。しかもね、想像よりかなり大きいです。頼んだものの倍以上あるんじゃないかっていう箱で届いたので、思わず箱のサイズを測ってしまいました。横がね、83センチありました。縦幅35.5センチ、高さは20センチ弱ぐらいかな。昔のスペリオールの時のブライスの箱8個分ぐらいじゃないかなっていうぐらいの大きさで、かなりびっくりしています。はい、じゃあ中には何が入っているのか、早速開けていきたいと思います。いつも取るスタンドだと全然入りきらないので、ちょっとブレブレになったりしながら取ることになりますが、お許しください。まずは、そうですよね。今回頼んだ商品は、箱の多分3分の2ぐらいまでしか大きさがないはずだったんですよ。なのにこんな巨大な箱に入ってきたので、かなりびっくりしています。ドール60センチドールとか70センチドールとか頼んだら、これぐらいの箱に入ってくるのかなっていう感じなんですけれど、そんなのは頼んでいないので、ちょっと開けてみたいと思います。じゃーん、出てきました。見えますか、こちら、こちら、はい、ドールケースを頼んじゃいました。こちらですね、ドルクさんのサイトを見ていたら、ちょうどセールをやってまして、40% オフで手に入れることができました。早速開けてみたいと思います。シールじゃなくてもう打ち付けてあるんだ。しかもすごい。ちょっと私これ番号とか設定できるのかな。開きました。こんな感じです。これ肩からかけられる紐がついてるんですね。それから鍵のセットの仕方です。ドールをここにベルトをつけて入れて、小物を横に入れて運ぶためのものです。すごいおしゃれじゃないですか。丈夫だからしっかりガードしてくれるし、重さはねそこそこあるかなとは思うんですけれど、ちょっと旅行に行ったりするときにドールを入れて歩くのにすごいおしゃれ。サイズ的にブライスがぴったり2体積み重ねれば3、4体入るけど、そんな急にしたくないんで2体ぐらいかな。プラスこう着替える小物とかを入れて持って歩くのにすごいちょうどいいなと思って購入しました。汗かいちゃったもん。出すまでに。はい、こんな感じです。こちらの紐なんですけれど、こちらの紐なんですけれど、目いっぱい伸ばしても
斜め掛けはちょっと厳しいかなっていう感じでしたね。旅行に行くときにこれだけ頑丈なケースに入っていれば安心なんじゃないでしょうか。まあ、単純にね、自分がこういうカバンを持ってみたかったっていう願望なわけですけどね。はい、では早速ブライスを入れてみたいと思います。中を開けるとこんな感じでベルトが2つついてるので、とりあえずね2体入れてみたいと思います。どっち、こう、こっち、こうかな。ローズバドさんとパウワウポンテ、タクちゃんとサラちゃんですね。なんかこれ顔に傷がついたりしそうでちょっと怖いので、タオルかなんか当てた方がいいかもしれないです。あと足の部分、こんな感じ、こんな感じかな。どっちがですね。でこっち側にお洋服類を入れてしまっていく感じですかね。この蓋側の方にも入れられるところがあるので、こっちには小物系を入れたりしてもいいかもしれないです。あのスタンドみたいなやつとかで蓋をしてかな。このちゃんと鍵も番号をね変えると開かなくなるという形に設定してあります。なんでバッチリです。はい、開けてみました。とね、こう結構しっかりベルトで収まっているので揺らしても大丈夫そうです。1体だったらどうかっていうのをちょっと見てみましょうか、ね、1人の時は本当はね3人4人入れたいところですけど、そうなるとまたねここでギュッと、やっぱ顔に傷つきそうで怖いですね。タオルかなんか当てた方がいいかもしれないです。1人だと結構まあ、こう持つんだったらいいかな。心もとないんで、こっち側にしっかりこう洋服とか小物を入れて固定してあげた方がいいかもしれないですね。うん。もともとね、ブライスのためには作られていないからあれなんですけど、でもサイズ的にぴったりですね。もう、ブライスを入れて小物を入れて持って歩くのには本当にちょうどいいサイズで、しかもちょっとこう、トランクっていうのがね、一度は憧れる感じのケースで、この度持つことができてよかったです。たまにはこういうねドールケースいかがでしょうか。撮影、ちょっと撮影しに遊びに行くときとかに便利じゃないかと思います。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。メアリのプライス関連小物紹介、ドルクさんからN フリンのドールバッグが届きましたでした。では、またね。